二回り目に入って1番の福田です。打率が3割9分1厘と。さあなんと一人出ようというところ、ベースカバー間に合いません。俊足生かして福田が出塁。この辺りは宮本さん持ち味出ましたね。いや見事ですね、初めての交流戦での登板になります。さあ2球目を叩いて右方向ジャンプしてなんとか取ろうというところ、ポランコわずかに及びません。ちょっとボールが手につかない間に一気に三塁まで進んでいきました。先頭バッター1番の福田、この辺りはセンターに運んでいきました。さあワンアウトランナー2塁1塁、チャンスを広げた福田の1本です。下げる形で3球目、これはセカンド吉川グラブに当てましたがこぼれていきました。先頭バッターオリックス福田が出ています。ランナースタートして空振りでどうだ、タッチはセーフ。出してますからね、はい、あこれはレフト線うまいバッティング。さあ俊足の福田一塁を蹴って二塁もうゆっくりと奪いました。大きくなっちゃうんですか、だからあこれは三遊間、はい、で僕らしてるとやっぱり指が太いじゃないですか。あもうそう、そうそう、その分、はいはい、いつもこれはショートの中山の横抜けた。福田は二塁を蹴って三塁に向かった。ウォーカーからボールが返ってきますが三塁まで行きました。好判断福田周平。レフト方向打球伸びた。ウォーカー下がっていきますがフェンスに当たります。この回先頭の宗がツーベースヒット。さあこの回先頭の7番の大城初球を打ってサードゴロ、ワンアウトとしています。ここは 1,2 年間破りました。宗の10試合連続ヒットはタイムリーとなって同点。これで3対3。ランナースタートしていってどうだ、これはセカンドここはよく取った。二塁トス、二塁はセーフ、一塁セーフになりました。吉川直樹よく取ってトスしましたが、まあ、一発セーフ。そこにしっかり投げ込めてるからこそ抑えてるんで、これがねしっかり決まるか決まらないかっていうところですね。ここは詰まった当たりはセンター前に落ちました。ランナーはそれぞれ一つずつ進んで満塁です。まっすぐの勢いですよね、はい、これは軽くバットを出してライト前に運んでいきました。タイミングちょっと外れて、当てに行ったあたりがいいところに飛んでいったという形なんですけれども、センター方向どうだ、打球はワンバウンド落ちました。セカンドランナー帰ってバファローズもう1点。初球をピッチャー返し、足元をセンター前に抜けました。今日2本目のヒットが出ました杉本。初球打ったショートの後方レフトウォーカーの前に落ちました。ノーアウト1塁で先頭バッター杉本初球打ちです。ノーアウトでランナーが出ています。ストレートセンター丸その横に落ちました。本日猛打賞これで杉本3-3です。材質によってもあ、はい、これは三遊間を抜けていった。何かこう捌くような感じで、粘り強くやっていく。続
変わらず6球目。ああ、ここはバットが回って、まず先頭の丸を空振りの三振に取りました。中島です。低めの変化球のボール球をいかに振らないかっていうところですよね。ああ、ここもバットが出かかりまして、これで中島三振のバットが回ったという判定です。ここは変化球で最後は空振りを取りました。かなりバッターの視線も動いているはずです。で、今度はスライダーでしょうか、空振りでストライクを取りました。本当どの変化球でもね、ストライクも取れるし空振りも取れるっていうボールになってますよね。ガーッ、そして最後はまっすぐで仕留めました。ややショートがセカンドの後方近いところまで来ました。バット回って三振です。ワンアウト。追い込まれてるとやっぱ際どいコースに投げるので、その前にどうにかするのかっていうのが僅差のゲームです。空振り三振ワンアウト。